ポルトガル海上帝国の領土と勢力範囲第5帝国は経験異常論を用いてポルトガル海上帝国を世界史上の最終段階として位置づける概念。ダニエルが記大に章やヨハネの目視録の記述をもとに17世紀のイエズス会史アントニーノ・ビエラが提唱し20世紀の作家フェルナンド・ペソアの作品メンサゲムの出版で知られるようになった。 第五帝国は単なる領域帝国ではなく世界に広がる神秘的、言語学的な存在であるとされた。ペソアは第五帝国に至るまでの四つの帝国を以下のように示した。そして隠された第五帝国とはポルトガル国家によって引きられた神秘的、文化的に統合された世界を指す。第五帝国は17世紀の神父アントニーノ・ビエラが 提唱したメシア主義的、千年王国的な思想だった。ビエラによれば、第五帝国に先立つ四つの帝国は、アッシリアカルデア、ペルシア、ギリシア、ローマであった。そしてその後に、ポルトガル帝国が来るものとしていた。この考えのもとになったのは、旧約聖書のダニエルが紀第二章に登場する、ネブカドネザール二世と、五つの素材でできた彫像の、夢に関する物語である。 またより後年のポルトガル史に要素を求めることもできる。1578年にポルトガル王セバスティアン一世がモロッコのサード長とのアルカセルキビールの戦いで敗れ戦死したことでポルトガルは1580年にスペインの同屈年号下に置かれ独立を失った。この時ポルトガル人の間にセバスティアン一世が死んでおらず。 救世主として再び現れるというセバスティアニズモが生まれた。1640年にポルトガルが再独立した後、アントーニノ・ビエラはジョアン4世を救世主とし、かつて大航海時代の機種であったポルトガルの栄光の時代を再興し、ポルトガルが過去の4つの帝国を継承するという思想を作り上げ、多くの著作や説教で説いた。同じ頃新境とか区を経たイングランドでは、 ビエラと同様なアプローチで、ポルトガルの代わりにイングランドを置く第五王国派が形成されていたが、こうした動きは1666年という年が近づくにつれ活発になっていた。666という数字は、ヨハネの目視録に登場する世界の独裁者と関連付けられており、その独裁者は再臨したメシアにとって変わられると説かれていた。第五帝国もしくは、 第5王国は、このメシアの世界国家と、同一視された。ビエラや、セバスティアニスト、またシンキリスト教徒などが影響を受けた人物に、16世紀の、靴屋から預言者となったゴンサロアネス・バンダーラがいる。彼は60年間のスペイン支配とジョアン4世の、王政復古革命、その後のアホンソロク世、ペドロ2世、ジョアン5世の知性を正確に予言したとされる。 豊富な旧約聖書の知識をもとに表された彼の予言書はペソアにも影響を与えている。ペソアは詩集、メッセージの中で自らをバンダーラとビエラに次ぐ三人目にして最後の警告者であるとしている。ペソアは以下のように記している。第五帝国。ポルトガルの未来。それがどのようなものか私もわからないが、これだけは知っているそれは。 バンダーラとビエラ、そしてノストラダムスの四行連によって読めるもののためにすでに記述されているということだ。ペソアのビジョンではブラジルのようなルゾフォニア諸国が鍵を握り、これをイベリア、ブリテン、アイルランド、艦隊西洋諸国のポルトガル人の連盟とギリシャとその文明の遺産が後押しするとされた。17世紀以降、ポルトガル帝国は水防の一図をたどり、 彼らの現実離れした夢はより神秘主義的になっていった。ポルトガルを古代の神々に祝福された英雄の国と称えるルイス・デカモイスのウズ・ルジアダスに重きが置かれるようになった。ありがとうございます。